はい、どうもキリッとセイナです。はい、はい、ということで今回はセイナママを黒ギャルに変身させたいと思います。楽しみ。こういう企画ね、多分 X で一番うちやってるから、なんかもう慣れてきちゃって、だいたい想像つくようになっちゃって、職業病みたいになってきちゃったんだけど。確かに、YouTube キレイちゃんのやってない子います。今回は、まあ、キーリプ寄りの黒ギャルに。お楽しみ。なんだけど、前髪があるんで、まあ、ちょっと強めだけど、うん、前髪で緩和されてる感じのギャルになると思います。ビューティフルっていう感じのイメージなんで。こんな感じなんだろう。もう今ちょっとメイクしてもらってるんですけど、もうこの目からガッツリやってっちゃえばいいかなみたいな。なんかもうベースとかも別にそんな超濃く白くやってるわけじゃない、厚塗りってわけじゃないから、もう変えなくても上から足していけば大丈夫かなみたいな。ちょっと可愛くなるよ。もうセイナのお母さんとかが好きそうな世代のギャルメイクだと思う。ああ、40歳50歳。そう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 、元々ギャル世代を生き抜いてきた人たちがよく見てきたギャルみたいな、うん、おお、期待したかい。で、なんか私最近なんか切開ラインを描くの実はやめてて、なんで描かなくなったかっていうと、ある日メイクが超だるくて、やめ、なんか、いいやみたいな、うん、で出てみたら逆にそれが、あれうちって別に切開ライン描かなくても目そんな遠くなくねみたいな。確かに描いてないですね。え、てかさ、描いてない方が好きです。やめてから顔もなんか優しくなったな。本当ですね、めっちゃ変わる。何かがすごい変わったってわけじゃないんですけど、優しくなる。目が丸く見えます。あ、そう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 、丸く見える。お願いします。スケマが今回これですね、愛用させていただいてるんですけれども、フラッシュなのかな、01番。マツエクの上から貼っつけるってことになっちゃうから、まあ、ちょっと違和感で思ったりとか、マツエク何本かいっちゃうかもしれないけど、でもマツパとかしてる上でこれ乗せてるから。あ、そうなんですね。いつもまつげいっちゃってるね。いっちゃってる。やばい、セイナがギャルメイクってやばいね。二重がもともと綺麗だから、もう普通いつも私アイプチやってんのね。もうやんなくて大丈夫そうだから、アイシャドウでめっちゃそうだ。じゃあこっから、はい、お願いします。ベースやっていきたいと思います。だって最近なんかそんな黒肌目立つほど黒くないんで、ちょっとコンシーラーで色合いを。すごい、いただきます。お願いします。おでこら辺はね、厚く塗ってもはい、で軽くまぶしたら、5時起きで今7時ぐらいなんですけど、もう疲れがね、5時になったらもう今全時間ありますね。でも目が開かない。手のもの出ちゃいそう。いつもマット肌ティアです。でもね、あんま慣れないかな多分うちのメイク。なんかもう画面で分かります、セイナがちょっと変化 してるのは。本当に？はい、まあうちクマがあるから塗るのももちろんなんだけど、ここが下白いと目が際立つっていうか。あ、そうなんですか。うん、なんかそんな感じがして。で、ここで一旦じゃあカラコン変えてもらおうかな。今回ギャルメイクで使うのはゆうちゃみがプロデュースしているカラコンのグレー。もういいね。え、似合ってませんグレー。え、うん、可愛い。え、個人的にめっちゃ可愛いんだよ。ギャル。一旦眉毛いこうか。めっちゃ描きやすいんだけど、こんな描きやすかったっけってくらい描きやすいね。で、眉マスカラでガッツリちょっと詰めちゃうね。一旦おコーナーいきます。おでこはね、前髪で隠れちゃうから、できたんで、次がつけま、まあ、こういうふさふさ系のつけまつげでもマスカラとかで束感作れるから、うん、あ、でもやってみる。大丈夫？せーな、マジたまにめっちゃぶっ込んでくるから面白いね。全然わからないかもしれない。でも思ったんですよね、セイナの顔よく見たら童顔じゃないですか。いや、うちもすっぴん童顔じゃないですか。似ると思うんですよね。確かに、やった。本当にやったと思った今。うん、うん、隙間乾かしてる間にアイシャドウ濃く塗るんで、一回じゃつかないから二度塗り。茶色系がセイナはいつもピンク系だから。確かにセイナがアイシャドウ濃いイメージないな。50倍いいね、いいね、いいね。ね、からアイライナーで
メイク落とすとき大変だけど、ごめんね。うん、今度もキープで、次も8。ぶつけもめっちゃ久しぶりにつけた。アイライナーで。あの、下マス。僕がもうできる。うん。でもここからはセーナもう見れません。自分の変化はすげえだノーズ、大事なノーズ。でも鼻はね、もともと通ってるから。こんなとこやるんですか。うん、やった方がくっきりするっていうか、私の問題かもしれないけど、あとでも確かにぷっくりしますもんね、ゆうちゃん。唇結構言われる。言われます。オッケー。ここにちょっと白粉入れるとね、変化もしない。ここに。そうそうそう、なんか化粧くされたらめんどくさそうだけど、重いのももうわかんない、麻痺いっちゃってるから。あー、もう重いって感覚がない。うん、1日ぐらい化粧落とせられないとか、消防の時はもうやっぱりずれてきたりとかで痛いとか。うん、あるんですね。これもやばい、本当に信じられない。痛いですね。そうそうそう、これやるとね、すごいね、似合うよ、全然。本当ですか。うん、なんか元々の顔が薄いじゃないですか、せーの。うん、確かに。だから、似合うかも。いいね、いいね、ギャルくなってきたよ。気分上がってきた。次、チーク、いきます。前、一時期超オレンジしか使わなかったのに、最近ピンクに戻っちゃった。え、確かに最近、ピンクの方がせーの好きかもしれない。本当？はい、いいんだ。なんか青にね、ちょっとチーク入れるとね、人中短くなるらしいよ。今、なんか黒い感じ、うん、が強いんで、ちょっと馴染ませで。あー、一人メイクするです。気持ちいい。本当？はい、心地いいです。じゃあハイライトがっつり、もうめっちゃ何塗りもするかもしれない。確かいつもピカピカしてますね。あ、これギャルといったら涙袋。どんどんやっぱり寄るね、寄れば寄るほど。どうなんだろうって感じなんだけど、はい、結構私って言ったらオーバーリップ。そうですね、寄るから。で、回しますね。前髪のせいなのがちょっと甘くなっちゃった。甘くなんでとかついてなりました。前髪じゃないですか。え、でもいいよね、似合ってるよ。恥ずかしいな。ちょっとエロい。ってことで、はい、セーナを黒ギャルにできました。イエーイ。ってことで、本人はちょっと鏡で見たんないんで、見せていこうと思います。せーの、ポン。え、思ってる濃い。え、可愛くない。え、思ってるより似合う。うん、そう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 。え、かわいい。え、ギャルってやっぱいいわ。やっぱ綺麗な、キレイちゃんがやると化粧が。え、めっちゃ気に入った。嬉しい。え、なんか肌がすごいキリプで違和感だけど、こっちはなんかマットだ。そうそう、やっぱね、全然違う。イエーイ。やばい、かわいい。いいよ、ギャル。やっぱギャルかわいいわ。かわいいですね。初めてのキレイちゃんメイクです。え、待って、ちょっといろんな人に自慢してほしい。え、これマジ見せたい。ちょっとかわいいよ。うち好き。なんかうちの今のメイクちょっと移動したみたいな感じでやっちゃったから。うん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 、なんかスナックのママ感強くなんかさ、確かにそっち系いっちゃったよね。髪色とかそっちが。え、かわいい。逆にさ、前髪がさ、薄めなのがさ、昔のギャルっぽくてちょっと可愛いね。はい、ということで、はい、今回、エッグで唯一の、うん、ギャルママを黒ギャルにしてみました。なんか本当にプロに化粧してもらったみたいな感じです。え、いいよ、ギャルに似合ってる。てな感じで、はい。まあ、今回は、まあ、ここまでギャル感増しました。はい。え、いいね。まあ、松江くんがね、ちょっとあれだったけど、馴染んだから、うん、よかったこと。よかったら、皆さん、ギャル、はい、週末だけでも一回やってみて、本当に、ギャルは日本の文化なんで、絶滅しませんように。以上、キリッとセーナでした。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。お願いします。バイバイ。バイバイ。ギャル。ギャル。